ここが例の館ですね。ねえ、怖い怖いよ。暗いし臭いよ。ねえ、本当に入るの？嫌だ嫌だよ、帰ろ。おいのび太、野球しようぜ。何これ？たけし、かっこうちゃん。さあ、ここが例の館ですよ、皆さん。皆さん、館つが船ですね。あ、船ですね。いや、これ館ですよ、きっと。館なんですか？絶対館、これ館です。なんか めっちゃ明るいっすよ、なんか明るいっすね。いや、館です。今時のあの、なんていうんだろう、駅の中にあるあの、子供用の遊ぶ施設。それ、館じゃねえな。それ、館じゃねえな。やあみんな、また会ったね。僕はスプラトゥーン界の青鬼だよ。今回も新しい餌が3匹入ったみたいだから、美味しくいただこうと思う。今日のステージはこのマンタマリア号。実はこの船、僕が所有してるんだ。え、待って、なんか変なやついるんだけど。え、どこ？教えて。お父さんがぶっ殺してやるよ。お父さんについてこい。おじいちゃんもやってあげますよ。お父さんについてこい。おじいちゃん、おじいちゃんに任せなさい。お父さんは帰ります。おじいちゃんの話。なんだこれ、なんだこれは。え、待って待って、なんか歩いてきた。あれ来た？やばい、中来た、中来た、大丈夫ですか？待て、やばい、ダメージ食らった。あ、なんか、やった！おぉ、ナイス！ナイス！やった！え、なんか、ナイス、ナイス！奇跡的に奇跡が起きて奇跡になった。それがそう、奇跡だ。語るのって素晴らしいと思いません？ねえ、みんな？みんな、あれ聞こえないのかな。はい、え、電波悪いんじゃないですかね。あ、電波悪いのかなって今聞こえてるやないかい。やばい、ああ、ちょっと誰か、ああ、最悪だ。マジかよ。え、真人さんやられちゃった。ああ、やられました。ひねこさんがあそこにいる。え、鬼どこにいる？あ、今あ、待って、近くにいるよ。え、気づかなかったの？気づかなかった。ずっと気づかなかったの？ずっと。やべ、アフターフェスティバル。煽ってるのかと思った、普通に。あと知らないふりするのかと思った。これが素の煽りってやつですよ。煽りだけにね。はい。はい、先生面白くない。ちょっと、やべ、スーパージャンプしやがった、あいつ。スーパーシャンプー？スーパーシャンプーはすごい綺麗なやつ。キューティクルのやつ。違う。スーパージャンプ。頭皮に来るやつ。頭皮に来るやつ、それ。あー、上来てる。おっぱい。あー、いやー、たまには船で旅行もいいんじゃないですか、皆さん。そうですね。ねえ、うん、そうですね。いいね、やっぱ海って綺麗。まだ出航してないけどね。うん、そうだね、まだ始まってないけどね。うん、うん、うん。なんか出るんじゃない？なんか出そうっすね。なんか汚いっすね、うん、船の終わりには。船の終わりには船、どういうイメージ持ってんの？どういうイメージ？船ってなんかめちゃくちゃ綺麗で、もう、はい、なんて言うんだろう、トイレのウォシュレット並みに綺麗だと思ってますよ、僕は。トイレのウォシュレット。はいはいはい、なんか はい、またなんかいるぞ。なんかあそこにいるぞ。またなんかあそこにいるぞ。行くぞ。あ、違う、あれ真人くんだ。いや、俺かよ。プチプチさん、はい、僕の夢言っていいですか、このタイミングで。じゃあ僕も夢言いたいです。じゃあ僕言いますね、まず。僕まず言いますね。はい、僕の夢言います。はい、あの、クジラでウォシュレットしたいです。もう一度お願いします。クジラでウォシュ、はい、夢、なんか来てるぞ。うわ、なんか来てる。
あ、じゃあ僕もこのタイミングで夢を言いたいです。言っちゃってどうぞ。今日トイレした夢見た。あ、それ夢じゃない、夢じゃなかった夢だけど、夢じゃなかった夢だけど。あれあれ、なんかなんかなんか申し訳なんか申し訳ない、なんだろう、来ないですね。なんだろうこの気持ち、ヒゲのドライバー。いや、どういうことだろう。謎の文章がここにあるよ。これあれかな、夏休みの読書感想文でヒゲのドライバーを読んでみたみたいな感じの読書感想文書くのかな。やべ、なんか来たぞ、なんか来たぞ、なんか来たぞ、なんか来た、来てるぞ、なんか見て、みんな来てる、なんか見て、来てる。あー、やばいじゃん、やばいやばい、どこにいる、どこにいますね、どこにいる。はっ、あ、死んだ、なんか、ちりこさんがやばい。あーあーあー、果敢に倒しに行ったら死んだ。ボム投げて、やばいやばいやばい、外した外した外した、ナイスナイスナイス、いい、かわされた、かわされました。あれはもしかしてあれかな、バスケ部かな。華麗なディフェンスを、カレーを食いながらやる、その素晴らしさ。あいつはただものではない。ね、滑ってる、俺滑ってる。やばいぞやばいぞやばいぞ、助けに行こうか。ああ、大丈夫。ああ、いや、これ戻んなくてもインク溜まるじゃん、これ今思ったけど。溜まります。え、知らなかったですか。知らなかった。マジっすか。じゃああれだね、スタート地点戻んなくてもいいね、これ。え、やばいやばい、来た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 。おー、スルー、華麗なスルー。あ、やべやべ、バレた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 。あー、やべやべ、ミスった。やべ、これマジやべ、これマジやべ。あー、やばいよ、やばいよ、エロい、エロい、なんか声がエロい。あー、エロい、マジマジマジ、あー、あー、お前、あ、そんな、そんな、あ、ちょ、ぶ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 、これが新しい日本語です。誰やねん。やばいやばい、来てる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 、やばいぞこれは。だいぶやばいぞ。はっはっはっは、愛してるからやめて。ねえ、わらさん、愛してるからそういうことやめて。ホモなんですか、プチプチさん。いいえ、わらさんのわらわらの部分だけ愛しています。彼自体は愛していません。ねえ、ねえ、あれかな、新手のスルーっていういじめかな、これは。ちょっと二人で今ちょっと拠点で遊んでるんだ。あ、落ちた。え、ちょっと待って、俺ほんと怖くてさ、たけしボックスの中入ってるんだけど今。ガタ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 、マナーモード、ガタ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 。あ、危ない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 、たけしボックス、ナイス、たけしボックス、危ねえ。神回避、やばいやばい、ガタ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 、つくな、このテレビ。なんだこれ、ほんと買い替えようとこのクソ野郎。待って、ほんとにやばい、来てるな、あっちにいる。オッケー、ナイス、ナイス。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。まぁ、今回2回目の青鬼なんですけど、まぁね、本当に青鬼怖い怖い、わらさん怖い、わらさん怖い、青鬼怖いよね、わかる、俺も怖かった、怖い、うん、なんで鬼、鬼、鬼が怖がってどうするんですか。まぁ、というわけで、まぁ、ちょっと一人一人感想を聞きたいので聞いてみましょう。わらさん、どうでしたか、鬼、鬼の感想。本当に最後ね、もう見失っちゃって、あー、ちょっとね、鬼としてのね、ちょっとレベルを上げてまたやろうと思います。ちなみに肌が青色になった感想ってありますか。もうちょっとね、気持ちいいんですよね、あれ、肌触りがちょっと青になると、あー、あ、鱗的な感じに、鱗的な感じがついて、結構いい感じなので、皆さんもぜひ試してみてください。いえ、やりたくないので、じゃあ次回もわらさんでお願いします。はい、じゃあちりのこさん、どうでしたか。そうですね、意外とみんな和気あいあいとしてたんで、完全に趣旨を忘れて殺されましたね。和気、和気あいあいの意味が俺分からない。なんで。え、そうなの。和気あいあい、本当に分かんないの。本当に分かんないです、これリアルで分かんないです、和気あいあい。じゃあもうコメントで教えてもらったらいいじゃないですか。愉快とか楽しいとか。あー、ね、なるほどね、合ってる、本当に分かってるのかな。まあ、だって普段使わないじゃないですか、和気あいあいなんて。ワッキーさんぐらいしか使わないじゃないですか。ワッキーさんは使わないです。ワッキーさん使わない。ワッキーさんの方が使わないです。ワッキーさんの方が使わない。そうですね。じゃあ、うん、じゃあ何さんが使うんですか。
ベッキーさん、はい、オッケーです。楽しかったです。はい、楽しかったです。じゃあ人さんどうでしたか今回二回目のイカオニ。二回目のイカオニですか。はい。まあ、今回ね僕ちょっと瞬足ちょっと入ってくの忘れたんで、おお、なんかわらさんにちょコーナーで差をつけられたんですけど、まあ、次回からねちょっと入っていこうかなと思いますね。じゃあ頑張ってください次回の運動会。もうねぜひねパンツも履いてくださいね、ぜひね。そう、うん、はい。というわけでまた次回イカオニやっていこうと思います。もしこのが面白いなと思ってくれたらチャンネル登録、高評価ボタン、ツイッターの方フォローよろしくお願いします。皆さんのね URL は概要欄の方に貼ってあるので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。ということでまた次回お会いしましょう。イカよろしく、イカよろしく。